せよ、かおるみだ。はい、ということでご飯を食べに行きます。はい、で私がちょっと前っていうか結構前にあのイカ料理をね紹介したんですよ。新林駅ってところの近くでイカとミナリっていうあのセリの料理を紹介したんですけど、結構なんかコメント欄とかあと実際に行ってきた人の中でもなんかセリの香りがすごい良かったとか、セリ私も好きなんですみたいな人が多かったので、今回はセリとみんな大好きなカルパッチョが一緒に食べれるところにね、はい、皆さんを連れて行きたいと思います。でこのお店がテクチョンモンっていう私の大好きな方がいるんですけれども、その方が出てるねすごい有名なグルメ番組にもなんかその特集された結構ね有名なお店で、それがねなんと伊根にあるんですよ。なのでまあ結構みんな伊根買い物したついでにご飯食べたいとか、なんか伊根で美味しいお店教えてくださいみたいなことも多かったので、今回はそこに行きたいと思います。最寄りの駅はねもちろん伊根駅なんですけど、2番出口から出て本当にねずっとまっすぐ行って1回曲がってまたまっすぐ行って終わりみたいな本当に超簡単な道のりですので、はい、皆さんも簡単に行けると思います。それではミナリカルグクス、セリカルグクスしゃぶしゃぶなんですけど行ってみたいと思います。それではゴー。はい、じゃあこれが伊手の2番出口になります。ここから出たらこっちに行くとずっと行くと岩大学があるんですけど、こっちの方にねずっとひたすら進みます。てか見て天気めっちゃいいな。はい、じゃあまっすぐ進みます。はい、じゃあここまで来ると前がね伊波女子大学になります。ここ入り口なんですけど、まあ、大学には入らずこのままね左に曲がります。はい、じゃあこんな感じでまっすぐとこっちに新町駅、これ普通の地下鉄の駅じゃないんですけど、何線だっけな、新町駅があるんですけど、この目の前のねロータリーも突っ切ります。ロータリーどこで渡れるんだろう。はい、じゃあここで渡れるので渡ってねもう少しまっすぐ行きます。金관석신정갈국수でございます。さっき言った三대종원ってやつに出てた時のやつです。では中入ってみたいと思います。はい、じゃあこれがメニューになります。でメニューが、まあ、メニューっていうかコースが2種類しかないんですけど、まあ、絵が描いてるから分かりやすいね。しかも日本語も書いてある。きのこ鍋と、しゃぶしゃぶ、それからカレーボックスとポックンパンセットです。下のやつが9000ウォンでボソオルクンカレーボックス、きのこの、しゃぶしゃぶが抜きのやつです。かわいいきのこ辛いカレーボックス、きのこの牛のしゃぶから牛肉だけ抜き通るって一緒です。かわいいかわいい日本語が。カムジャチマンズが10個で6000ウォンとかあるんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、多分多いと思うので、はい、これだけ頼んでみました。でなんかどうやらカルグクスはおかわり自由です。はい、ということでね今お店に入ってきたんですけれども、まあ、外側からっていうかもう外見からしてすごいなんか綺麗っぽい清潔っぽいなと思ったけど、なんか中入ってきてもすごい清潔です。でなんか口コミでは店員さんの態度がとか親切じゃないとか書いてあったんですけど、全然普通にね優しい感じで笑ってにっこりしながら受け入れてくれます。私今頼んだんですけど、まあ、1年前からも OK だし、あのメニューがねかなり分かりやすいです。日本語もちょっと可愛いけど書いてあったし、まあ、写真もあったし、初心者とかあんまりなんか韓国語が分かりませんって人が来ても全然ね無理なく頼めるようなお店だと思います。それではね待ってみたいと思います。はい、はい、ということで出てきました。この上に乗ってる野菜がミナリ、まあ、セリです。結構香りのいい野菜 であとはキノコとキノコ、それからしゃぶしゃぶ用の牛肉1人前と醤油かな、なんかとわさびのタレ煮えるのもあってしゃぶしゃぶしながら食べていきたいと思います。じゃーん、はい、じゃあこちらお肉になります。牛肉
じゃあ最初にしゃぶしゃぶをしていきたいと思います。中にカムチャも入ってる。はい、じゃあみなりとお肉です。牛肉、これを、まあ、日本ではちょっとないけど、わさびと、なんだろうこれ、何かわかんない、ごめん。なんか醤油でもないし、醤油なんかな、なんか薄い醤油みたいなにつけて食べる。ではいただきます。正直お肉自体は冷凍だし、でもこのみなり、このセリと一緒に食べるからめっちゃ美味しい。でなんかちょっと辛いけど、そこまでびっくりするほど辛くないから、辛ラーメン食べれば食べる、美味しい。だってさ、牛肉もあって、海国酢もあって、ポックンパンもあって、900円とか1万2000ウォンってやばくない？牛肉なくてよかったら普通900円食べるからね。で意外とこのお肉だけ見るとなんか脂身がない感じがさっぱりして、このちょっと辛いカレーグクスっていうかに合う。これがカイボクスです。普通のカイボクスは茹でる前に出てきて、まあ、自分で茹でるタイプが多いんですけど、ここはもう茹でて出してくれるので、もうこのまま、ね、即食べて OK です。でこのカイボクスがおかわり自由でございます。それではカイボクス食べてみたいと思いますが、見るからにすごいねツルツルっぽいです。てかこれさ、お肉とさ野菜とかキノコとか調子乗って先に食べちゃってたら、カイボクスするときに何も具がない状態になる。てかさ、なんかこのセリとカイボクスとか合わないわけないもんね。てか意外と辛いかも。カイボクスにしてからが辛い。はい、じゃあ待ちます、おこげができるまで。
ではいただきます。わあ、めっちゃ熱、びっくりした。うまい、うまいんだけど熱い。セリの匂いも最高だし、これがここが他のポックンパップと違うのは、米が普通の米じゃなくて麦米だから結構もちもちしてるっていうか歯ごたえがある。美味しい。お肉のしゃぶしゃぶも美味しかったし、普通にカルグクスも美味しかったんだけど、ポックンパップがやっぱり一番美味しい。あの1年前からもちろん頼めるお店なんですけど、多分小食の人とか、まあ、普通に食べる人は多すぎると思うんですよ。だって主食に主食じゃん。しゃぶしゃぶ食べて主食の麺食べて主食のご飯って結構きついから、もし全部食べきれないなと思ったら、途中で麺をなんか他のお皿に移しておばちゃんにポックンパップしてくださいって言ったらできますので、無理に麺食べてお腹いっぱいになっちゃってポックンパップ食べれないよりも、私はあのポックンパップ優先で食べた方がいいと思います。マジで美味しい。はい、ということでごちそうさまでした。満足で、最初のなんか出てきた時になんか結構お肉が薄くてなんか油のない部分だったから、あーやっぱりなんか値段が値段だから、しゃぶしゃぶよりも私はカルグクスメインできたからまあまあいいやと思って食べたんですよ。でそのお肉がまあ油がない分ちょっと結構なんて言うんだろう、こう食感が結構存在感のある食感で、それがセリとキノコにめちゃめちゃ合う。でもちろん今回のね、あのしゃぶしゃぶっていうかこれもあったんですけども、ポックンパップに勝るものはなかった。私最初しゃぶしゃぶ食べてた時は全然まあ辛ラーメン食べれればいけるなと思ったんですけど、ご飯が進むにつれておばちゃんがタテギって言ったあのヤンニョムジャンみたいなのを入れてくれるんですよ。それが割と辛いのか進むにつれて辛くなった。カルグクスは最後はね、私が食べても割と辛かったです。で今回私はあのイデから歩いてきたんですけど、ちょうどイチがイデとシンチョンの間ぐらいなので、どっちでもまあいける来れるかなって感じ。まあ、あとはね、あのめちゃめちゃ安い、コスパがいい。ということで今回は伊手新町エリアにある美味しくて安いセリしゃぶしゃぶカルグクスの紹介でした。それでは今回の動画お役に立ちましたら高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。概要欄にインスタとツイッターの ID とかあと URL 書いてあるんですけれども、急なお知らせとかライブのお知らせなどはそちらの冊子として行いますので、2つの方アカウントある方はぜひフォローの方お願いいたします。あとは追加情報などね、概要欄にいろいろ書いてありますので、広告出てる間暇だなって時に見ていただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わりー。